皆さんこんにちは、吉川隼人と申します。ステイホームリレーというものが回ってきたので、自分の自宅で収録して皆さんにお届けできたらなと思います。まず自己紹介ですね。京都府出身で、今23歳です。東京の会社で今勤務しておりまして、会社の近くでですね、今東京で一人暮らしをしております。で、今日は大きく分けて2つですね。自分の趣味についてと、あとこのステイホーム期間の活用方法というところでお話しさせていただきたいと思います。で、まず自分の職業、ステイホーム期間についてなんですけども、自分のちょっと勤めている職業柄、今出勤がかなり制限されている状況で、本当に週に1回出社するかしないかぐらいの頻度で今会社に行っております。じゃあリモートワークができているのかっていうと、そうではなくて、出社してからこそ、できる仕事形態ではあるので、リモートワークができるわけでもないので、本当にもう完全に休業というような扱いになってますね。じゃあこのかなり自宅での時間がある中で、どういうふうに自分が過ごしているかというところを皆さんに話したいと思います。で、まずはずっとサッカーをやっていた関係で、体は健康に保ちたいというところで、筋トレ、体幹トレーニング、ストレッチ、ランニングはできるだけ多く自分でやっております。もともとジムに通っていたんですけども、そのジムもコロナウイルスの影響で、閉鎖されておりますので、自宅でトレーニングマットを敷いて、部屋の中で筋トレをしたり、あとは最近、5月になって暖かくなってきたので、狭いベランダではありますが、ベランダでマットを敷いて、ストレッチであったり体幹トレーニングだったりしております。あとは自宅からもう5分ぐらいのところで、河川敷があるんですよね。で、その河川敷沿いをランニングしております。で、今週に2回ぐらい、2回か3回ぐらいなんですけども、東京なのにこんなにいいところがあって、この近くに住めてよかったなとは思っております。で、他2つ目ですね、料理で、以前母親から、京都の実家から、いっぱいお米とかいろんな食材が段ボールに詰めて送ってきてくれたんですけども、その中に料理本が入ってました。で、料理本を見て、自分ちょっとレシピでも作ってみようかなと思って、で、その本を見ながら、いくつか料理をしております。で、掃除もやっぱりしてて、部屋の掃除こんなところまでするのっていうぐらいまでこの前しましたね。ほんとテレビの裏とかこんなに汚いんだっていうぐらい自分でもびっくりして、で、普段目の届かないところ、普段掃除しないところをして、気持ちもすっきりしましたし、すごく部屋が綺麗になったなと、部屋の中が快適になったなと感じるぐらいになりました。で、4つ目、これは読書、勉強ですね。で、僕読書に至っては本当に小学生の頃から国語が大嫌いだったので、本を読むことがとてつもなく大嫌いでした。で、毎年出る夏休みの、読書感想文も毎年毎年同じ本の感想文を書いてました。それぐらい本を読むのが大嫌いなんですけども、この年になってもう本を読むことの大切さに気づくことができて、で、新しい感性を身につけたりとか、普通に勉強になりますよね。自分がどんだけ物知らずかっていうのを改めて気づくことができましたし、そういう面では本を読むことはすごいにおすすめです。で、勉強に関しては、英語の勉強ですね。TOEIC とか受けようと思ってたんですけど、このコロナの影響で、TOEIC が中止になったりして、この期間を利用し、いつ次再開するかわからないみたいなので、この期間をうまく利用して、いつでも再開した時にすぐ申し込んでテストが受けれるよう英語の勉強をしております。あとは Excel とか
そういう基本的な PC スキルをもう一回勉強しようと思って、まあ、自宅で、まあ、今はもう YouTube で何でもそういう勉強ができるので、まあ自宅でパソコンで勉強しております。で、大きく分けて2つに分けたうちの今の1つが自分のステイホームに期間の時間の活用の仕方でした。じゃあもう1つ自分の趣味についてなんですけども、まあ一番の趣味といっては、やっぱ映像編集、動画編集ですね。で、まあ映像、動画編集、映像制作とかいろんな言い方が、いろんな人にいろんな言い方をしてるんですけども、まあ、僕が映像に出会ったきっかけは、ちょっと大学を卒業する前なので1年半ぐらい前ですかね。一番仲のいい友達とタイに行ってダイビングをしようとなった時がきっかけでした。その友達のおすすめで、まあ今ここにある GoPro、これまあ 3,4 年前のものなので、決してその 4K 動画が撮れない、普通にフル HD の60フレームでいつも撮影してるんですけども、この GoPro を使ってダイビングをしながら撮影しておりました。まあここにあの上に防水のカバーをつけて、その防水のカバーをつけると60m、水深 60m まで一応まあ使えるみたいなんですけども、まあ、その時 20m ぐらいまで潜って、まあすごく、まあ、ダイビングでいいなって感じて、まあ、ダイビング本当に好きになりました。そこから、まあ、まあちょっと最近の話になるんですけども、ダイビングもう今年入ってから2ヶ月連続で沖縄に行ってダイビングはしましたね。やっぱその時大学卒業する前に行ったタイもすごく良かったんですけど、やっぱ沖縄も綺麗でしたね。なので、まあ、このコロナ期間終わってから、まあ、いろんなところに行ってダイビングして、なんかイルカとかジンベエザメとか見たいなと思ってます。っていうちょっと先に話がずれたってしまったんですけど、この動画ですねに出会ったきっかけが、まあそういうの GoPro を買ったっていうところで、その時友達がめっちゃ推してた動画クリエイターがいて、でその動画クリエイターの絵読んでしまって、もうハマってしまって、もう毎日その人の YouTube を見るぐらいの風になりました。で、まあその方も映像をメインにした会社を自分たちで起業して、まあ映像制作会社として、まあ活動している動画クリエイターさんなんですけども、まあその人きっかけで自分がその映像にのめり込んで、まあすごい生活が変わったなと思います。まあ、日頃どこに出かけても、まあすっとふっと思った時にポケットから iPhone を取り出して、まあ、iPhone でバーって撮影したりとか、でそういう日常的なところを撮って、それを自宅に帰って編集して、でまあもちろんこの GoPro ですね GoPro で撮影して、で水中でのダイビングの映像を編集したりとかしておりますね。で、まあ、iPhone で使うときは、まあ、手でこうやってやるときもあるんですけども、まあ、こういう DJI が発売しているオスモモバイル2スタビライザーですね、これをここに iPhone につけて、まあ、こうやって撮影すると、まあブレなく映像が収録できます、撮影できますよっていうところで、まあ、これも僕も愛用しております。で最後、僕の一番のお気に入りアイテムがこちら、 Mavic Mini ですね。 DJI さんが発売した航空法が対象にならないドローンとなっております。でこれは実は2ヶ月前に買って、まだ実は2回しか飛ばしたことがありません。で、まあ以前沖縄に行った時に飛ばしたのと、あとはまあその沖縄に行く前ですね、テストフライトということで友達についてきてもらって撮影しました。これやっぱすごいですね、普段地上から見る撮影とこれを飛ばして空から撮る空撮、もう全然違いました。まあその映像っていうのも自分で YouTube で今編集して、まあ、公開してますので、ぜひ宣伝じゃないですけど、まあ僕の、まあ、YouTube チャンネルもぜひ見てみてください。で最後に
ということで、まあ、自分がこのコロナ期間が終わってやりたいことを、まあ、話したいなと思います。で、自分がこのコロナ期間が終わって、自粛期間が終わって本当に普通の日常に戻ることができたら、日本のいろんなところに行って日本の各地を撮影して動画にして、それを YouTube に上げて、いろんな人に、日本だけじゃなく世界の人とかに日本の良さを知ってもらいたいなと思っております。で、やっぱりこのオリンピックがちょっと延期になったりして、やっぱその結構日本、まあコロナみたいな感じですごくマイナスなイメージを結構世界で持たれてると思うんですよね。まあ僕の知ってる今海外在住の人とかも、街中を歩いたら、まあ、子供たちにコロナって、まあ、本当悪いことじゃないですけど、とこう言われたりとか、まあ、結構そういうコロナコロナって言われてる海外ストリートの方も多くいらっしゃるみたいで、結構なんか残念だなと結構思ってます。で、この今は本当に SNS すごい普及してて、本当に自分が発信するだけで世界中に、まあ、写真や動画を通していろんなものを伝えていることができると思うんですけども、で、僕はそこで、まあ、インスタグラムとかツイッターではなくて、ちょっと YouTube でいろいろ発信したいなと思います。で、もともと YouTube で撮影して、まあ、もう編集して、まあ、動画に上げていたので、今自分のチャンネルを持ってるんですけども、まあ、ぜひ自分のこの、なんだろう、自撮りというか、僕、今後、カメラ買います。はい。今、本当にカメラ、何を買おうか、考えてて、一眼レフか、まあ、ミラーレスカメラ、あとはまあ、移動に便利なコンパクトデジタルカメラ、コンデジと言われているものを、どれにするか迷ってるんですけども、まあ、それを使って、まあ、いろんな風景を撮影して、まあ、日本ってこういうところだよっていうのを、まあ、本当もう世界中の人知ってると思うんですけども、まあ、改めて日本の良さを伝えられるいいチャンスかなと思って、ね、この期間が終わったらそういろんなところに行って、いろんな撮影をして編集して YouTube に上げたいと思ってるので、ぜひ、まあ、全然一人で撮影することの方が多いんですけども、なんかどっか行きたいなとかいう人がいたら、ぜひ誘っていただいて、僕めちゃめちゃ撮影したいなと思うんで、いっぱい誘ってください。まあコロナ期間ですね、もうだいたいコロナが本格的に始まってからもう2、3ヶ月経ったと思うんですね。まあストレスが溜まる生活ではあるかと思いますが、もう今はできるだけ我慢して自分の、まあ、みんな日常が戻れるよう今は我慢して頑張っていきましょう。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。